そんなわけないだろう。それより勉強すべきだ。このイベントが終わったらもう期末は目の前だというのに。体育祭だって重要なイベントだろう。まあ活躍したくてもできないでしょうけど。なんだと。まあ運動のパラメーターがこれでは厳しいでしょうね。こんなに成績が悪いのだ。まあ勉強しかしてきませんでしたから。所詮夜空よね。黙れ打肉が。ずいぶんひどい順位だな。それもこれも日頃から運動をしなかったからだぞ。ま、はっきり言ってあの姿を見てお前に惚れ込む女の子は皆無だろうな。分かったなら今度はもう少し活躍できるように体を鍛えておくんだな。おのれ勝るね。期末考査では目に物見せてくれる。当たり前だ。私に任せておけ。その自信は一体どこから来るんだ。補習ほぼ夏休みいっぱいだってさ。ああ、せっかくの高校1年の夏休みが。俺の夏がもう終わったみたいに言うな。くそ、俺は諦めないぞ。何が何でもこの夏をエンジョイしてやる。おいおい、お前だって他人事じゃないだろ。女の子たちがまとう布地が薄くなり開放的になるこの季節、まさに勝負時だろう。何を言っている。学年首位を目指すならこの夏こそが勝負だろう。そんな暇はない。あんたこそ何言ってんのよ。女の子と仲良くなるのがこのゲームの趣旨でしょうが。それにはまずこの1学期の反省会をしようか。この1学期の間にお前もいろいろな女の子と知り合っただろうが、仲良くなった子は一人もいない。学業は頑張っているみたいだな。頭のいい子とは話が合いそうだ。逆に運動はダメだな。部活にでも入ったらどうだ。ファッションにももう少し気を使った方がいいな。随分と説明的なセリフだな。いわばここまでのゲーム進行の総括ですから、多少メタにもなりますよ。まあでも挽回のチャンスがないわけじゃない。つまりこの夏を逃す手はないってことさ。お前も気になる子がいるなら声をかけてみろよ。
なんでチャラ男から電話がかかってくるのだ。そりゃかかってくるだろう、親友なんだから。そんな親友などいらないな。ちょうどよかった、今日夏祭りなんだけど一緒に行かないか。おいおい、夏祭りといえば浴衣、そしてひと夏の出会いだろう。話が早くて助かるぜ。ナンパだと、ふざけたことを。え、おいちょっと待てって、そんなに忙しいのか。いきなり連絡したりして悪かったな。また電話するよ。じゃあな。そんなことしてる暇があったら帰って勉強しろ。テストは待ってはくれないのだからな。なあ、花火大会に行かないか。却下だ。なんだよ急に。なかなかいいことを言うではないか。まあそうかもな。お前がそこまで言うならどうなんだろうな。忙しい時に電話して悪かったな。なあ、けど本を詰めすぎるなよ。いつでも相談に乗るからさ。じゃ、頑張ってな。二度とかけてくるなよ。なんだかものすごく悪いことをしてる気になるな。